皆さんこんにちは。 M モータースのバンブーです。今までに車を買えるくらい工具を購入し、約20年間工具を使ってきた経験から工具の話をしたいと思います。今回は工具の値段の違いについて話したいと思います。こちらにソケットレンチが2つあります。これはスナップオン製のソケットレンチ、こちらはアストロプロダクツ製のソケットレンチです。見た目はほとんど同じそう見えますけれど、金額は約10倍違います。この金額の違いは何でしょうか。大きな違いを5つ説明します。1つ目は材質の違いです。わかりやすく例えるならば、バイクのマフラーをイメージしてください。アルミマフラー、カーボンマフラー、チタンマフラーなど、マフラーを構成している材質で金額が違いますよね。工具の場合はちょっと違うんですが、この同じ材質に見える2つですが、実は違うんです。基本はどちらも鉄なんですが、添加してあるものが違うんです。例えばクロムやニッケル、モリブデンなどですね。その合金化の手間で金額が変わってきます。添加割合で粘りが強化されたり硬さが強化されたりします。強度があるということは、言い換えればより薄く軽くできるということです。 F1 のボディがカーボンなのは、同じ強度を出すのに鉄より少ない材料で作ることができるからです。つまり鉄よりカーボンの方が強度があるということは、同じ強度を出すためには使う量が少なくていいのです。2つ目は製造方法の違いです。製造方法には大きく分けて、鋳造、鍛造、切削、プレスがあります。鋳造は溶かした鉄を型に流し込んで作る方法です。イメージとしてはチョコレートを湯煎にかけて溶かし、型に流し込んで冷やして作るあれです。型を作って溶かした鉄を流し込むだけなので、複雑な形を大量生産するのに向いており、安価に作成できます。鋳造は強度面で劣ります。後で説明する熱処理がされていない場合、脆いです。鍛造は鉄を叩いて作ります。イメージとしては鉄を熱して叩き作る日本刀のあれですが、叩いて作るので密度が高まり強度が出ます。日本刀もそうですけれど、大量生産向きではなく金額が高くなります。熱を入れない冷感鍛造なんかもあります。切削は金属のブロックを削って作ります。イメージとしては木彫りの熊です。塊を削っていって目的の形に作るので、精度の高い工具を作るのに向いています。後で説明しますが、メガネレンチやソケットレンチは思っている以上にルーズに作ってあります。プレスは材料の板を機械で打ち抜いて作ります。イメージとしてはクッキーを作るときに生地を型で抜いて作るあれです。これも大量生産向きですが、厚みのある例えばソケットレンチなどには向いていません。スパナなど向けです。鋳造の場合、溶けた鉄を使う関係上、全ての場所で金属の成分の構成がバラバラですが、プレスの場合固まった金属を打ち抜くので成分構成が均一です。3つ目は後処理の違いです。硬さや粘りを調整するために熱処理をしたり、腐食性や表面硬度を上げるためにメッキをしたりしています。熱処理もメッキもいろいろあるので、その手間が金額に影響してきます。例えばメッキ、これもメッキしてありますし、このようにピカピカにメッキしている場合もありますし、このように特殊なメッキをしてある場合もあります。
もちろん安い工具は何のアート処理もないです。スナッポンのメッキの凄さについてはこちらをご覧ください。4つ目は制度です。先ほど思っているよりルールと説明しました。こちらを見てください。ボルトに対してメガネレンチがゆるゆるです。これは抜き差しを早くし早く回すためというのもありますが、この角ではなく面で回すための隙間でもあります。今の主流は面接触なのでほとんどの工具はそうなっていますが、無名の安い工具なんかはまだ角で回すので角が舐めやすいです。またドライバーなどは先端の精度を極限まで高めてあり、それにより舐めにくさを追求してあります。舐めにくいという保険の金額とも言えるでしょう。実験してみます。プラスドライバーで回すネジがあります。これにはめた状態で手を離します。落ちません、落ちません。これが先端の精度を極限にまで高めてある効果です。5つ目はブランドです。スナッポンと聞くだけで高いと思いませんか。まあ高いですが、説明してきたように最高の工具用合金を使い、鍛造で時間をかけ熱処理やメッキを施し高い精度で作られているんですから。しかしです、こちらの KTC の上位ブランドネプロスも同じように最高の工具用合金を使い、鍛造で時間をかけ熱処理やメッキをし高い精度で作られているのですが、およそ10% から 20% くらい価格が安いです。見た目もほぼ一緒。この金額の差がいわゆるブランドです。ではこちらの元のソケットレンチに戻ります。もう10倍の値段の差の違いが分かりますよね。まあこのアストロプロダクツ製の工具も買う理由があるのでここにあるんですが、それはまた違う動画で説明します。気になることがあればコメントをください。チャンネル登録もしてもらえるとモチベーションが上がります。ご視聴ありがとうございます。それではまた、バイバイ。